ポカモン RPG ゲットだぜ。はい、どうもチャイです。クラエです。じゃあボカモンの実況の続きやっていきます。はい。じゃあなんかウイルスに襲われてたみたいなんでね、うん、早速やっていこう。はい。よし、じゃあなんかボカモンじゃないとダメとか言ってたもんね。うん。おお、結構効いてる。ポイズンアタック、毒になったりしないよね。それは大丈夫か。どっちが効き目強いのかな。いまだに威力とか把握してないからな。うん。あ、こっちの方が効くな。うえー、うわー、あー、そういう感じか。でか、結構回復してないか。吸い取った HP の割には。待てよ、そうだ、こういう時こそ歌う。うん。よし、いけー。鏡ねねの暴走ちょうどいいじゃん。鏡ねねんだしね、今出てんの。さあどうだ。惜しい。またかよ。厄介だな。うえー、さてと、さあもう一回、うん、倒せ。撃たれ攻撃力アップだ。いた。うん、これもう一体出るらしいから、うん、おうおう、よかったよかった、交代しよう。おお、ピロミック。じゃなくてリンちゃん。この状態で1レベルのは参加させれないよ、さすがに。さてと、おお、なんかちょっと変わってる。さっき黒だったのに。うん。電気ノーマルっていうのもあったな、リンちゃんだと。シューン。うん、タイプが変わるわけではないみたいだ。ほっ、おお、ほって音がかわす音なんだね。うん。さてと、みかんパンチの方がなんか威力高そう。さあどうだ。やあ、厄介なの来ました。うん、これな、これが厄介だな。訴え終わった。はいはい。これかな、電波ソング。うい、あら、ほっ。そう。突進、突進で受けたダメージを吸い取りで回復する感じだなこれ。うん、バランスがいいな。今度こそ当たってほしいな。命中率そんな良くない技だったような。おお、結構効いた。またか。ひえ。さて、もう一回、これが当たれば終わりだ。よーし、えい、ー、終わってない。やばいやばいやばい。スイッチ、おー、これはウルトラマンみたいな状態だぞ。ピコンピコン。うん、交代だね。発注ね。
でもなんかな、草タイプだからさ、ジュネって、うん、いかにもウイルスにと相性悪そう。ああ、え、クリティカル、やばい、やべえ。さてネギスラッシュ効くかな。おお、あぶねえ。そのクリティカルはいらなかったな。さてレベルアップ、よかった。うん、グオお、野生なのにもらえるんだ、お金。野生からお金、なんということだ。チョイサー、バイバイ。グオ、みんなのおかげで助かったわ。ちゃんとこんなもんだぎ。あのウイルスを払ってくれてありがとうございます。私マスコットを持っていないから何もできなくて。そうだったんだ。でももう大丈夫よ。はい、とってもかっこよかったです。もう忘れません。ありがとうございました。人助けをすると超気持ちいいね。超気持ちいいです。でもこんな街の近くにウイルスが出るなんて危ないね。もしかしてこんな時のためにリーさんはマスコットを僕らに。そんなあるかな。じゃあ待って。おお、ちょうどいいところにカイト兄さん。おや、ミクじゃないか、ここにいたのかい。カイト兄さん、実は君たちに大事な話があるんだ。準備ができたら僕の研究所に来てくれ。じゃあ、うん、進展あったみたいだね。うん、大事な話ってなんだろうね。研究所に行きます。はい、研究所はここか。うん、おう、メイコ姉さんもいる。いや、待っていたよ。3人とも来てくれたね。私たちに大事な話があるって聞いたけど、何？実はね、そろそろ試験を受けてもらおうと思うの。試験？試験？ってそのまま言っちゃったよ、僕は先に。そう、ボーカロイドとしてメジャーズデビューするための試験さ。デビューって？何それ、美味しいの？デビューするための試験？試験なんてあったんだ。一人前のボーカロイドとして認められてデビューすれば、世界中の人たちに歌を届けることができるんだ。それはすごいです。他にも動画になったり本やゲームに出たり、いろんなことが。これリアルで起きてることをそのままって感じだね。なんだかすごいんだね、デビューって。ボーカロイドとしてデビューしてみたいか？したいぞ。したいぞ。今までボーカルタウンで歌ってきたけど、もっとたくさんの人たちの前で歌が歌えるなんて素敵です。私たちもリン、レン、二人で歌えたら最高。リンと一緒にか、それもいいかもね。うんうん、二人ともやる気はあるみたいね。ん？二人とも？え？あ、三人とも。誰をかけたらそうなるんでしょうかね。さっきのリンのセリフが、うん。うん。はい。はい。それで試験ってどんなことをすればいいの？まずは、ボーカルエナジーを5つ集めてきてくれ。ボーカルエナジー？これは優れたボーカリストのにのみ与えられている印さ。この電脳世界のいろんな場所にエナジーはあるの。それを5つ揃えてデビューに値するレベルになれば、晴れて君たちを一人前のボカロとして認めよう。
じゃあ早くそれを5つ見つけないとね。私たち3人いればそんなの楽勝だよ、きっと。ん？おい？ふん、甘いわねって誰だ？ルカっぽいかな。ですよねそのデビューの話、私が先にさせてもらうわ。誰？私の名前はめぐりめぬか。あなたたちと同じくボーカライドの一人よ。ルカ、久しぶりね。お久しぶりです、めっこさん、カイトさん。え？二人はめぐりぬさんのこと知ってるの？ルカは昔、ボーカルタウンに住んでたのよ。でも今は外国で歌の修行をしていたのよね。さすが国際派ボーカロイドだええ、ボーカロイドになる日のために修行を積んでいました。そして近々試験が行われると聞き、戻ってきましたの。なるほど、その分だと相当自信があるようだね。ええ、もちろんです。言っては失礼ですけど、この3人に歌、踊り、よし、すべて勝ってると言えますわ。もちろんボーカルバトルの腕も、でもね。すごい自信です。そんなのやってみなきゃわからないじゃん、ムフムフちょっとね、熱くなりすぎだよ。そこまで言うなら勝負してみようじゃん。お姉ちゃんがね。お姉ちゃんがね。え、私が？人任せやんけ。でも私も初音ちゃんや仲間がいます。簡単には負けませんよ。へえ、あなたも一応マスコットは持っているのね。いいわ、ナーナ勝負してあげる。頑張ってお姉ちゃん。実力の違いを見せてあげるわ。ルカと対戦です。一体しかないぞタコルカちゃんですよね。かわいい。8 高い。おい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 、しかも回復してないの。うわ、なんだこの人面タコは。人面タコルカワルカ様のマスコット、お前なんかに負けないでけそう。でしょって、お前は一回やないタコやそうだったこ。タコルカ、あなたの力見せてやりなさい。任せるタコ。大丈夫かこれやばくない？早速交代したいところだが、お、リンちゃんレベルアップしたから。リンちゃんレベル上がったから回復した。よかった。じゃあリンちゃん早速活躍させようそして回復乗ったってのもあるからさ、うん、それ利用しよう。タコ墨を吐いた。みんな、あーやばい、やばいな。とりあえず歌うを使ってこれかな。ちょうどりんちゃんだしよし、その状態で補助してみるか。とりあえず、うん、リンリンシグナル。この補助はどうなんだったっけかな。もう素早さが上がるだけか。でももともと先生できてるからな。うぅ、結構食らう。防御張ってこれだな。じゃあぶっちぎり。電気だからこっちの方がいいよね絶対。当たれ。うぃ、まあ抜群でこれか。厳しいなはい、で、え？だ、回復されちまったお、でも効いてるぞ。うん、
し、なに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 、わやばい。まずいな、向こうは歌もあって回復できる状態だし、こっちはこの回復でこれかよ。さてと回復しましょう。よしで、あ、そううまくいかないか。逆転ボカロの時はさ、こっちが連続で行動できたけど、やっぱそうはいかないな。いける。ああ、そうだった。しかもこっちただでさえリメイチ率下がってるから。おお、なんでやねん、遠い。あー、もったいない。もったいねえ。やばい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 、交代だな。と言ってもな。ピロリミク、ごめん、縦になってもらう。縦になってもらうしかないわ、これは。でもまた回復されちゃうんだよな。さあどれだけ耐えられるかな。ちょっちょさてと、ちなみに技は、いや、様子を見るって何。まあ分かりません。いや、盾だから回復し、しるし、するしかない。効果抜群ってことを考えたら、鏡でリンを回復させた方がいいんだろうか、それともハチネミックの棒体力でやった方がいいんだろうかって言ってる間に回復させちゃった。いや、何の意味もないよね。もういいや、ハチネに頼るしかない。おお、命中率ダウンで助かった。うん、さてピロリミックも結局死なずに済んで、ハチネ交代。なんとか。うわ、この技がな、強いんだよな。お、よかったよかった。さてと、うん、ぼんやりってどんな技だろう、やってみよう。え、かわいい顔が出てきた。特防が上がったから、水とかには強くなる感じかな。うえー、ちょっと微妙だな。とりあえずネギスラッシュ、いけ。お、効いた効いた。うん、ああ、侵略侵略、やばいやばい、死んじゃう死んじゃう。ああああ、やられちゃったよ。え、これ本当に勝てんの？って気がしてきたんだが、ちょっとなんかいろんなものを犠牲にしなきゃいけなくなってきた気がしてきた。頑張れー、あと少し。稲妻でもこっち先制できんだよな。お、あとちょっと。うわ、めっちゃ出てる、よかった。さてと、100になった。さあ消失歌います。うん、当たるかな、これで回復してくれればいいけど。2 当たれ当たれ、お、当たった、来た、倒せた。ハチネミクの犠牲は無駄にしなかったぞ。ふう、よかったよかった。おう、レベルアップで回復。ピロリ盾だったはずな。あら、意外だわ、使
少しはやるみたいね。おお、結構もらえた。なんかどっかいないかな、そういうアイテムショップ的なとこ。なんとか勝てました。本当だよね。あ、危なかったぜ。死んでんのにちゃんと喋っています。ふん、少しあるんじゃない、あなたも。でもめぐりねさん本気じゃなかった、そんな気がするわ。まあ一体しか持ってないからな。なるほどね、ルカの実力確かに見せてもらったわ。たった一匹のマスコットでそこの強さ、さすがと言うべきね。では私も試験を受けてよろしいかしら。もちろん受けさ。ただルカ君もエナジーを5つ集めてもらうけどね。問題ありません、私ならすぐに集めてみせますわ。そして第二世代ボカロの一番手としてデビュー、ゆくゆくはトップアイドル伊勢屋1200世界を世界新薬をブツブツ。あのメンリネさん、あら私としたことが何でもありませんことよ。とにかく一番にボーカロイドに選ばれるのはこの私。では私は先に行きますわ。次に会うときはデビュー決まったときかもね。なんだよ、ちょっと胸が大きくなって偉そうに。そこ胸は関係ないよね。でもバトルの腕はすごかったよ。歌やドリもそうなんだろうな。堂々としててかっこいいな、めぐりねさん。ちょっと憧れちゃってね、ミクは。お姉ちゃんライバルに見とれてどうすんのさ。みーちゃんめっちゃ怒ったぞ今の。堂々。そっか、ライバルになるんだ、私も頑張らなくちゃ。あなたたちもルカに負けないようにボーカロエナジーを集めないとね。そういえばそれってどこにあるんですか。それは言えないな。探すのも、それを探すのも試験のうちだよ。ケチ、一個くらい教えてよ。ねえ、カイトニー、いいでしょ、ねえ。そんなこと言われてもな。そうだ、お姉ちゃんも頼んでみてよ。私も？私も教えてほしいな、えへ。そんなに甘えられたら。やっぱり効果は抜群だね。効果抜群。あとはレンも頼んでみてよ。僕も一緒に頼むの。そうだよ、それも甘えた感じでね。しょぼと。兄さん、お兄ちゃん、僕も教えてほしいな。ダメ？うわぁ、鼻血が。ダメじゃないぞ、エナジーの一つはボーカル学園に。ボーカル学園？しまった。ふふん、カイトニーなんてちょろいよね。僕がシスコンでショタコンなのをついてくるとは。もう、カイトくんったら、この子たちには甘いんだから。かたじけない、メイコさん。まったく、こんな変なことはやらせないでほしいよ。でも行くべき場所が分かったし、いいじゃない。じゃあボーカル学園に行ってみましょうか。ボーカル学園ってどこだろう。さあ。じゃあ次回かな。はい、はい、じゃあボーカル学園に行きます。じゃあお疲れ様でした。お疲れ様。よく見たら蜂に死んでる。